香港天文台、香港天文台、香港天文台、関東語読み、ホーングゴングチンマントイ、ヒョンコンティンマントイ、英語名、香港グアブザーバトリは、香港急流南部の繁華街及び、観光地である、戦争にある、気象、気候、地震、海洋、放射能測定、標準時、天文等の業務全般を行う香港政府機関の一つである。 英国植民地時代の正式名称は、硬貨香港天文台、硬貨、関東語読み、ウォンガー、ウォンカー、英語、ロイヤルであったが、中国返還後は、香港天文台と頭についていた硬貨の文字が消えた。天文台といえば、日本では望遠鏡を備えた天体観測を行う機関というイメージがあるが、香港天文台は、天文の他に、気象、気候、 地震、海洋や放射能測定、時報などの業務も行っており、その業務の範囲は、日本の気象庁、気象、気候、地震、海洋、国立天文台、天文、情報通信研究機構、標準時などの業務を合わせたものに匹敵する。チムシヤッツイの本書では、予報業務及び、報道機関への予報の配信等の業務を行っている。 香港天文台は1883年に、第9代香港総督ジョージ・ファーガソン望遠、今日により、九流半島のチムシアッツに設置された。初期の業務は気象及び、地時気の観測、天体観測に基づく時報、及び熱帯低気圧の警報などであった。チムシアッツの天文台道、アブザーバトリロードの名前は、香港天文台にちなんで名付けられたものである。 現在、香港天文台は急速な都市化により、摩天楼に囲まれているが、天文台は移転せずに残っている。温室効果ガスの排出量が多いことや、周辺のビルからの太陽光の反射、アスファルトの路面、そして、植生の減少などにより、天文台の場所は、ヒートアイランド現象に悩まされている。その結果として、天文台で記録した。 平均気温は1980年から2005年にかけて急激な上昇を見せている。2002年には近在のミレーマータワーの23階に資料センターを開設した。そこでは一般公衆が香港天文台の観光物を購入したり、その他の気象情報を閲覧したりすることができる。香港天文台は一般公衆、漁業、船舶、航空、 その他の分野に向けて、気象の予報、警報を発表している。このほか、大規模な花火大会やスポーツ大会の際には、特別に、気象支援を行っている。また、急速に発達する豪雨を予測するために、スワールズ、ショート、レンジウォーニングオブインテンス、レインストロームズ・ウィン、ローケルイズド・システムズと呼ばれる短時間予測システムを運用している。 スワールズは6時間先までの予想を提供する。気象予報や警報は様々な媒体で発信される。天文台の公式サイト、YouTube、Facebook、Twitter や Web のウェブサイト、電話サービス、報道、ラジオ、テレビなどが活用されている。香港の朝のテレビニュースや YouTube、Facebook などでは天文台の職員が自ら出演して、 後ろのテロップには台風をかたどった香港天問題の紋章とロゴが掲示され天気予報の番組を放送している。日本では気象庁の職員が直接出演せずテレビ局や民間気象会社の社員が出演するがこの点は日本と大きく違う点である。またテレビ、YouTube や Facebook で気象霊知識、霊知識は日本語の 豆知識にあたるという教育番組を配信している。天気予報の番組と同じく天文台の職員の自ら出演することが多い。また、香港天文台は国際航空のために必要な気象業務を香港国際空港及び香港飛行場報区に対して提供している。特に香港国際空港ではドップラー気象レーダー2箇所のライダーと5箇所の 気象部位と独自開発したシステムを駆使して、自動的にウィンドシア、乱気流、雷電その他の悪天現象の警報を発している。実際の気象観測は、九龍の左間角近くにある軽視カシ柏キングスパーク、キングエスパークの音訳にある観測点で行っており、香港の天気という場合に代表されるのはここ軽視、カシワの天気を指す。それゆえ、 香港のテレビで放送される天気予報もまずは、ここの天気を述べる場合が多い。その他、香港全土の主要な場所では、気温、相対湿度、風向風速などの観測を行っており、天文台の公式サイトで中国語、反対字、または、簡帯屋山、または、英語で常時確認することが可能である。香港天文台は、産業活動、都市計画、 訴訟、その他の要請に適合する形の気候情報を提供する。また、年間雨量及び1年間に香港に影響を与える熱帯低気圧の数を予測して発表する。また、気温、降水量について季節予報を発表する。さらに、香港の気候変動及びその社会への影響についての研究する。また、 一般講習及び学校向けの講演、展示、教材の開発などを通じた広報活動により気候変動の科学の理解に向けた啓発活動を行っている。香港天文台は短周期及び交帯域の地震計観測局を運用して地震活動を監視している。また、津波が香港に影響を与える可能性がある場合は津波警報を発表する。 香港天文台は、県庁所の観測網を運用し、潮汐、平均海面、及び高潮の情報を提供する。香港天文台では、香港における、大気中、土中、水中、食物中の放射レベル測定を行っている。ダイアワン原子力発電所に非常事態が発生した場合、香港天文台は直ちに放射レベルを監視し、放射線の影響を評価し、政府に、 適切な防護活動を助言することとなっている。香港天問題では、セシウム原子時計を使用して、香港標準時としている。時報は電話、ラジオ、ネットワーク時刻規制、ウェブクロックなどで提供している。香港天問題は、GPS を利用した、高精度時刻比較観測システムを用いて、国際度量公局に標準時情報を提供し、それにより、 協定世界時の決定に貢献している。香港天文台は、そのウェブサイト上で、暦、日食、月食、中秋の名月、星図、惑星の運行、月詞、当時、白明、実月の出没などの情報を提供している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。